それ好きやわ俺。ロボットチャンネル、ロボママと、わたるです。わたるくん、もうすぐ小学4年生になります。イエーイ、はい、というわけで、新学期の準備をしてたんだけど、わたるくんの筆箱さ、めっちゃボロボロやった。見てこれ。もうハゲてもっとや、完全にな。バイバーイ。いろんなとこがハゲてて。ほら見てここ。で、中身は中身。ここと、あ、中身全然ダメ。ほら、見て。変なものしか入ってない、ボロボロや。まあなんていうか、鉛筆も短くなっちゃってるし、筆箱自体もね、ちょっともう閉まりにくくなってるというか、もう絶対使えないかって言ったらそういうわけじゃないから、一応今後も家で使っていこうと思ってるんですが、学校にはね、まあ、新学期になるので新しい筆箱を用意しました。はい、イエイ。ある程度わたるくんの希望を聞いて、ローママとローパパが買ってきたんだけど、学校禁止のものとかそういうのがちょっとよくわかんないから、わたるくんの好みに合ってるかどうかもわかんないので、ちょっと買ってきたものをわたるくんに見てもらいたいと思います。では筆箱こちらです。マジでこれめっちゃ好きやん。これメーカーはプーマ、一流メーカー。黒が好きやろ。黒好き俺。じゃーん、やばいなこれ。ほら絵柄が変わるよ。全然変わった。あ、変わった変わった。うん、書くのによってデザインが変わります。はい、うん、これすごいね、黄色いか。中身はこんなの。ほら、時間割り、まあこれは今までついてたけど、これな、グレー。何これ。鉛筆が取り出しやすいってこと。この筆箱恐ろしいね。そしてこれね、これわたるくんがリクエストしてた鉛筆削りがついてるのは結構あったんやけど、この削り方を変えれるっていう、うん、削る時の太さを変えれる。これがこれしかついてなかったな。なんでこれが欲しかったって、この機能。これはね、俺ね、なんか細かいところと細かくない太いところとかがなんか字で出てくるから、太いところは太いところでその鉛筆を削って、そしてその太い鉛筆でやるっていう。あー、太く削って書いた方がいい時と細く削って書いた方がいい時があるってことやな、授業の中で。なる。その機能ができればね、欲しいって言ってたので選んできました。あとこれほら、両面なってます。こっちも開けたら入れることができます。これ定規とかかな。そうそう、こっちは定規とかかな。まあ、分度器とか今は使うんかもしれないけど、うん、これから使い出すからな。収納は前の筆箱と比べてどうやろう、やっぱ増えたんかな。ちょっと厚みはほぼほぼ変わらへんよな、わたる。長さも変わらへん。大きさ自体は変わらないけど、気に入った。気に入りました。これだけで気に入った。これだけで気に入った。これだけで気に入った。あ、あんまりやりすぎたら壊れてまう。え、でもな、これだけ出しにくいよな、ピュッとなんなかったらさ。これしかも名前かけるやんな。名前かけるやん。前のやつ名前書くとかなかった。黒い筆箱って名前書くのがさ、ちょっと難しいよ。シールかなんか貼らない。そう、貼らないと思ったら最初からついとんのは嬉しい。そしてですよ、その中身やん、感じの。そうそうそう、中身ね。中身についてはだってあんま聞かんと言ったやん。まずこれ、これはな、だいぶ前にわたるくんがこういうの好きって言っとったのを思い出して買ったんです。これ、あの筆箱とお揃いのプーマなんだけど、これ何色でしょうか。え、あ、青と赤。そう、わたる青と赤の一本に納豆鉛筆好きって言っとって。それ好きやわ俺。それがないと青い鉛筆使うときさ、青い鉛筆さ、色塗りのところから出さなかった。しかもさ、これ、これがいいところ、これやね。赤の方がいっぱいやねって、青がちょっと。いつも絶対青が余るや、同じぐらいやったら、うん、青ってそんな使わへんから。これはすごいと思う。よく考えていい。なあ、やばいな、これマジ。作った人天才やな、これは。うまい。天才やな、これ作った人。はい、次は鉛筆こちらです。鉛筆めっちゃすげえな。プーマとあとマーベルですね。鉛筆を買いました。まあ柄の普通の鉛筆やけど、この1本だけ、これこれ渡るの好きな、キラキラしてキラキラしてキラキラして俺がキラキラ、キラキラ好きなんだ。え、そういうキラキラが好きかどうかちょっと分からない。この先っぽをなんかキラキラしてる。そう、石が入った、宝石や。え、
めっちゃ高い。500万。違うわ、違うわ。はい、というわけで鉛筆はね、この4種類をね、4種類買ってきました。5本させるからな。鉛筆4本と赤鉛筆青い。やばいな。で、1本全部で5本。まあ、この石があったらいいじゃん。それも削ったら大丈夫なの？削った。ちょっと入らんかったらちょっとびっくりする。次はこちら、これ定規、これもプーマなんだけど、前の定規めっちゃ気に入っとったやろ、わたる。うん。だからこのタイプにしました。前の定規、前の定規はこれやな。そう、前の定規はそう、それ。あ、これとか。あ、そういう感じだ。あ、これ前のはこの黒い普通のと伸びる、伸びるやつ。これめっちゃ俺のお気に入り。そう、伸びるのなんか気に入っとうなと思って見とったやん。俺めっちゃお気に入りやで。とりあえず定規も買ってきましたので見てください。はい、それがこちら。知ってますよ。メーカーはプルマ。これはもう見た目通り。そうは、これはすげーよ。おー、30センチ定規にもなります。すげーな、これ。しかも筆箱と。そういいね、これは。どっち持ってく？かっこいい。よし、分からへん。はい、じゃあ次はこちら、ポケモンのサインペン。まあ、機能はサインペンやけど、まあ、ポケモンの柄っていう。名前ペン1個入れなあかんねんな。今まではもうごくごく普通の名前ペンだったので、ちょっとキャラモノにね、してみました。ポケモンやったら結構大きくなっても大丈夫やもんな。さあ、続きまして、こちら。なんでしょう、これ。エアータッチ。これ何かわかる？ノリ。ノリ、筆箱にいつも入れとるか？消しゴム。正解。これ消しゴムやねん。なんだこれ。空気の力で消し感ゼロへって書いてある。すごい。モノやもんな。そうやな。有名な文具メーカー。は？何それ？これ知らない。これだからキャップの先が、ほら、消しゴムになった。これ。これが消しゴム。で、これを回したら出てくる。反対に回したら、中に収納される。こいつすごいな。これいいやん。最強やな、こいつは。結構渡るさ、漢字とか書きよってはみ出してもたみたいなあるやん、うん、これやったら結構消しやすいかなって。まだそのちょっとしたはみ出しとか。これはすごいな。そう、え、これをここに入れる。そう、今までの消しゴムたちがこのちょっと汚い感じの消しゴム。これがこれに進化しました。はい、そして進化マジ。予備もあります。そうそうそう、予備も。え、予備何？予備の消しゴム、これは収納がしやすいからさ、うん、だからいいなと。え、ここにちょうど入る。はい、じゃあ続いてこちら。はい、ベビースターラーメンチキン味。はい、これ何でしょう。実はこの中にお菓子を入れて取り出して食べるというね。違います。すごい画期的な。ちょっと一回貸して。そしてわからへん。正解言おうか。ヒントはこれです。ヒントはこれやん。これ使い方を教えてあげよう。あ、こん中に鉛筆をつけて書くっていう感じ。で、使い方はから入れて、こうやって締めていい。鉛筆の長さが長くなったやろ。お前恐ろしい。これで書きやすくなる。お前恐ろしいな、これは。おー、渡るの使った鉛筆基本的にこれ短いからな。これ恐ろしいぐらい短いです。短くなっても結構使い続けるから、それでもまあもったいないからこう使うっていうのはまあいいかなと思うけど、正直すごい持ちづらいやろうから、それ使ってええんちゃうかなと思って買ってきました。そして最後はこちら。なんでしょうこれ。ガムボールマシンとガチャガチャマシン。キャップ。そう、正解。俺知ってる、一瞬では。ちなみにこういうの持って行って、キャップはオッケー。え、キャップを持って行ってオッケー。あ、そうなの。これまあ別に遊べるみたいな、から音が鳴るっていうだけだから。まあおしゃれというか、おしゃれ見て楽しむだけだから。ちょっと見させて。自動反対。遊ぶ要素はない。恐竜が一番ええな、これは。よーし。じゃあ早速ちょっとこの鉛筆を削りましょう。じゃあ試しにこの削る鉛筆削りを試してみようよ。
ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。一番ちっちゃいやつこれやな。これだけとか。じゃあ早速削っていきましょう。はい。はい、じゃあどんなになったかな。見て。お、いいやん。いい感じに削れたよ。うん、ほら、いくぞ。はい、中身はこんな感じになりました。豪華、綺麗。こっちのキャップはちょっと厚みがありすぎてこの筆箱には入りませんでした。はい、でもこっちには入ると思うので、いくで、試しよう。ちゃんと考えて買わないと。ほんまや、これやったら入るわ。家用の筆箱にじゃあ入れときましょう。そうやな。すごいやでもな、これで全部収納できたやん。そうそう、うん、そしてこの消しゴムの予備は後ろに入っております。定規と、あとこの鉛筆が短くなった時用の補助道具みたいなと消しゴムのハエトが入りました。すごい。どうでしょうか、渡るくん。すごいですね、これは。これはすごいですね。おお、これはすごいですね。おお、これはすごいですね。あーだだれん、あーすごいですね。いただけましたでしょうか。はい、気に入りました。はい、後ろも開けますよ。うーん、ほら、はい、というわけで、わたるくん4年生の1学期はこの筆箱で頑張っていただきたいと思います。すごいですね。授業中に座って遊ばないようにお願いします。はい、というわけでこの動画少しでも良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。ロボットゲームズもチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバイ。画面の動画を押して。